はい、どうも、吉谷です。7月もですね、今日で7月14日ということで、早いもので、7月ももうちょっと終わりますね。ということで、新シリーズやっていきたいと思います。今回はですね、女性企業について、ちょっと話してこう、テーマをつけるんですけど、まあ、一発目は何でしょうかな。なぜ女性は起業すると失敗するのか。なぜ女性は起業すると失敗するのか、なぜ女性は起業すると失敗するのかについてお話ししていこうと思います。まあ、これはですね、まあ、僕ネットビジネスも教えてて、まあ、よくいただく質問なんですけど、そのなんで女性少ないんですかとか、あるんですね。で、実はですね、このなんで女性が少ないんですかっていうこの質問が実は本質なんですよ。申し上げますね。もちろんその社会的な部分も、その女性っていうのが、まあ、今はね、だいぶ変わってきましたけど、昔だとやっぱ女性が下に見られるっていう、社会的な部分もあったのであれなんですけど、今ちょっとだいぶ変わってきてます。まあ、それでもちょっとありますけど、ただその要は何が言いたいかっていうと、女性イコールなんだ男性に勝てないと思ってる時点でダメなんですよ。女性イコール男性に勝てないって思ってる時点で、このマインドブロックが実は大きな要因です。女性がなぜ起業しても成功できないのか。で、結構ね、成功、女性で成功してる人っていうのは、そこのマインドブロックがないんですよ。で、僕も周りで女性でうまくいってる人知ってるんですけども、全くそういうのないですね。なんか女性だからっていう、何々だからできませんとか、何々だからっていう思考プロセスがもうそもそもうまくいかない要因なんですよ。じゃあ女性の人でも起業したり、まあ、ネットビジネスやったりとしてうまくいく方法っていうのは、これ一つしかないです。一つしか。これ一つしかない。何かっていうと、自分の強みを見つけるってことです。自分が持ってる強みって何なんだろうっていうところを見つけないと、これは男性もそうなんですけど、難しいです。自分の強みって何なんだろうっていう。で、僕結構ね、YouTube でよく言うんですけど、僕が女性だったらめっちゃ稼ぐ自信あるんですね。このマインドセット、僕のこの今のマインドセットと、あと知識量と、この知識量と僕の今のマインドで、女性だったら絶対めちゃめちゃ稼げる自信があります。 YouTuber としてでも、まあ、いろいろできます。で、これなんでかっていうと、そのどういうふうにやればうまくいくのかっていうのは知ってるんで、で、女性は女性の武器があるんですよね。女性は女性の武器が、男性は男性の武器があるんですけど、女性は女性の武器があります。で、その女性は女性の武器もありつつ、さらに自分にはどんな武器があるのか、どういう強みがあるのかっていうところを見つけることができると、まあ、起業してもネットビジネスやっても、まあ、成功しやすいです。で、ほとんどの人がそこの強みを見つけられないと。で、一つですね、言っとくんですけど、例えば吉谷さんと、いや、私なんか強みがありませんと。っていう場合は、その武器を持ってる、強みを持ってる人とコネクションすればいいだけなんです。コネクション。いや、吉谷さん、自分そういう強みとかないですとか、そういうのないんです。っていう場合は、コネクションを取れる能力っていうのをつければいいんです。例えば、ウェブが弱い。じゃあ、ウェブが強い人とコネクション取ればいいわけじゃないですか。じゃあ、販売がちょっと難しいっつったら、販売ができる人とコネクション取ればいいんですよ。で、これ実際僕ですね、ご紹介したい本があるんですけど、100億稼ぐ人の思考方法っていう、早苗さんっていう、これも女性の方で、100億実際稼いだ女性の方がいるんですね。100億女性で稼いだ人がいるんですけど、僕はその本を昔に買ったんですけど、その人も言ってるんですけど、その人は美顔ローラー、この美顔ローラーですね、この美顔、これをまあ作った人なんですけど、でもその早苗さんは、その美顔ローラーを作れる、なんだ、技術を持ってないんですよ。だから作れる人にこうコネクションして、どうやったら作れるのかって作ってもらって、じゃあ販売するのも、販売の強いテレビショッピングとかそういうところにコネクション持ってって、で、それを販売してったって。だから自分に能力がなかったとしても、そういうコネクションがあれば、作る能力があればいくらでもできるよみたいな本でも書いてあります。なんです。100億ですよ。すごくないですか。
で、実際にまあこれ裏話なんですけど、僕はその100億稼ぐ人の思考方法っていう本を手に取りまして、その本の内容をですね、なるほどそういうことかっていう、その思考方法を活用してメルマガで、なんだ、3000万ぐらい作りましたね。3000万作りました。まあ、具体的にじゃあ僕がその本を活用して3000万どうやって作ったのかっていうと、100億稼ぐ思考の本をの中身を活用してどうやって3000万作ったのかっていうと、どうやって3000万作ったのかっていうと、その本に書かれてる内容を僕の中で解釈して、それをメールにの、内容に使わせていただきました。丸パクリじゃないですよ。そこで書かれてる内容を僕の中で、なるほど、そういう思考大事だよねっていうところを汲み取って、それをメルマガの内容に組み込んで、ステップメールでやって、3000万っていうと、どういうものをやったかっていうと、30万の商品を100名に売りました。なぜ3000万じゃないですか。30万の商品を100名に売って3000万です。それを作ったことがあります。で、これしかも、これめちゃめちゃ制約率、まあ、今だったら多分考えられないんですけど、まあ、ハウスリストっていうのもあったんですけど、その LP を1個作って、そこにまあ登録してもらいます。で、その登録してくれた人が1000人ぐらいなんですね。1100人か、そんぐらいです。で、その1000ちょっとの人に対して、そのステップメールを多分ね、その本の内容、引用というかね、まあ僕の解釈でこう書いてって、やって、ステップメール20通ぐらいですかね。そのコンテンツメールですね。どういう考え方じゃないとダメなのかっていう、どういう考え方じゃないと成功できないのかっていうステップメールをずっと送って、コンテンツですね。売り込みじゃないコンテンツメールをずっと流して、で、最終的にまあセールするんですけど、それで1000人ちょっとの、そのメールアドレスの、リストから100名なんですよ。ということは、何パーだ？まあ10%ぐらいですかね。10%でいいのかな？まあ10%ですよね。で、結構すごくないですか？10パーって。まあまあすごいと思うんですよ。しかもその時、動画ない時代ですよ。動画ない時代。動画がない。メールのみで。結構ね、僕の中でこれ結構、記録を作ったんじゃないかなって。今ね、プロダクトローンチとかは動画とメールと、まあ、ブログでコメント書かせるとか、まあ、そうやって、まあ、作ってるじゃないですか。その時、プロモーション動画も何もない。もうステップ目、メールのみ。これは結構ね、伝説、僕の中では結構いったんじゃないかなっていうのは思ってるんですけど、メールのみだけで。だから、どういう考え方じゃいけないのかっていう、まあ本の中身もすごく良かったので、あ、これおもろいなっつって、まあこう書いてたんですけど、だから、そこの100億円の稼ぐ人の思考方法っていうのはすごく面白いんで、まあ、この YouTube の下に、その100億稼ぐ人の思考方法のリンク入れとくんで、これはマジでおすすめの本です。めちゃくちゃおすすめです。で、Amazon のレビューでも、4. 何本ぐらいついてるのかな？ 4.3 ついてますね。Amazon のレビューでも。これめちゃめちゃいい本です。だから、まあ、この本は、まあ、読んどいた方がいいんじゃないかなと思います。で、プラス、あと先ほど一番最初に言った強みですよね。強み。強み。強みが見つからないと。強みが見つからないっていう場合は、今回ですね、無料、まあ、期間限定で無料で、その女性起業するためには何が必要なのかっていうのを、この無料で公開してくれてる素晴らしい人がいます。これがプラチナ企業美人っていうね、テーマでやってるんですけど、そのどういうふうに女性が何をやればうまくいくのかっていうところを解説してくれてるやつが無料でね、プレゼントくれますので、25万9800円相当のプレゼント、これをプレゼントしてくれてるので、まあ、それも見て学習してみてはいかがでしょうか。本当ね、なんだろうな、ちゃんと正しいやり方を、その正しいやり方、まあ、その正しいやり方っていうのはあります。で、それを自分なりの正しいやり方にこう当てはめて、こうやっていくっていう。だって、ある程度、その成功するためには何が必要なのかっていうのはテンプレート化されてるんですよ。だけど、テンプレート化されてるんだけども、それを自分にこう当てはめていくっていうのが難しいんですよ。自分だったら、じゃあその成功のテンプレートにどうやって当てはまっていけばいいのっていうところが分かんないし、そのやり方は分かんないですよ。で、今回のこのプラチナ企業美人に関しては、自分だったら、じゃあどうやって当てはめられていくのかっていうところを、こう分かりやすくね、教えてくれるみたいなので、まあ、ぜひそれを無料ですから、
受け取ってみてはいかがでしょうか。この YouTube の下にリンク入れておきますので、まあ、期間限定ですけど、まあ、本に関してはまあ期間限定ではないのであれですけど、まあ、その100億稼ぐ人の思考方法に関してはすごくいい本ですから、まあ、実際に僕この本に出会って3000万ぐらいの売り上げは作らせていただいたので、うん、まあいい本です、めちゃくちゃで読みやすいし、うん、これはすごくいい本ですね、うん、読みやすいし、うん、はい、まあ、ということでこの YouTube の下にリンク入れておきますので、チェックしてみてはください。では終わります。